今日は国内トップクラスの総合ディベロッパー三菱地所の株価見通しがテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。東京オリンピックに向けた大型の再開発、都心でのオフィスビルやマンションの開発、その中心役を担うのが総合ディベロッパーです。今回取り上げる三菱地所は、都心部での再開発案件を多く受注して、これまで4期連続最高益を達成してきました。2021年3月期については最高益の更新はならなかったんですけれども、業界トップの三井不動産を抜いて営業利益では業界トップとなりました。一方、新型コロナウイルス感染症による商業施設ですとかホテル事業の低迷が懸念されます。街の再開発やアウトレットモールの開発など、何かと話題の多い三菱地所の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。三菱地所は1937年に創業、総合ディベロッパーでは三井不動産、住友不動産と並んで業界トップクラスのポジションです。不動産の開発運営を行うコマーシャル不動産が過半数を占めます。東京大手町丸の内地区に約30棟のビルを所有。1998年から20年がかりで丸の内再構築を計画して、現在は大手町連鎖型都市再生プロジェクトを推進中です。マンション分譲については2011年に東和不動産を吸収合併して業界大手の一角となりました。ザ・パークハウスシリーズで高級感のあるマンションを販売しています。海外事業については 100% 子会社のロックフェラーグループを軸にアメリカ、欧州、アジアで展開しています。御殿場プレミアムアウトレットなど、日本初のアウトレットモール開発、 J リートへのいち早い参入など、挑戦的な DNA を感じる企業です。三菱地所が2030年までに掲げている展望として3つの事業を挙げています。国内アセット事業、海外アセット事業、ノンアセット事業の3事業なんですけれども、国内アセット事業は丸の内エリアの再開発、アウトレットモールや物流施設の成長、そして海外アセット事業は欧米、アジアを中心とした開発事業の強化、アメリカでの回転型事業の強化と多様化。ノンアセット事業については投資アセットマネジメント事業、フィービジネスの IT を活用した効率的な成長を目指しています。日経新聞を読んでいると三菱地所の話題が次々と出てくるんですけれども、スペインでオフィスビルを開発、2022年に竣工します。欧州不動産を対象にシボリートを蘇生、当初資産は約427億円を計画しています。SDGs、ESG に絡んだ話題も出ておりまして、2022年度までに丸の内地区の全保有ビルの使用電力を再生可能エネルギーに切り替えという発表をしています。関西エリアでは大阪駅北地区の大規模再開発案件を抱えていまして、2024年度に先行開業して、2027年度に全体開業予定となっています。そして2027年オープンといえば東京トーチなんですけれども、東京駅日本橋口前の再開発、東京駅前時和橋プロジェクトとして開発を進めています。時和橋タワー、トーチタワー及び変電所棟、下水局棟で構成しています。トーチタワーは高さ390メートル、地上63階、地下4階建てのタワーとなっています。環境への配慮はもちろんのこと、災害時に復旧活動の拠点となるホール、緑あふれる屋外空間には生物の多様性を守る緑地ですとか、日本各地の魅力を詰め込んだ広場など、三菱地所の思い描くサステナブルを体現する街づくりを目指しています。さらには今年の5月にデータセンター事業への参入を発表しました。アメリカバージニア州北部に2030年頃までに合計7棟を建設します。総事業費は2000億円規模が見込まれています。データセンターの市場規模はここ4年で2倍に拡大中です。今年についても2020年比で 14% の増加が見込まれています。 EC の拡大で需要が増えている物流施設に次ぐ投資先として期待されている市場です。このように次々と新たなプロジェクトの話題が出てくるのが三菱地所の魅力だと言えます。続いて三菱地所の直近の決算内容を解説します。2021年3月期の決算ということなんですけれども、売上高は1兆2075億9400万円、前年同期比 7.3% 減、営業利益は2243億9400万円、前年同期比 6.8% 減、当期純利益は1356億5500万円、
前年同期比 8.6% 減ということで、減収減益とはなったんですけれども、業界内で営業利益はトップとなりました。商業施設やホテルが低迷したものの、収益物件の売却益が想定以上となりました。保有するビルの空室はごくわずかで、平均賃料は上昇、収益物件の売却によって当初より減益幅が縮小して期末を迎えています。2022年3月期については、マンション販売は横ばい、ホテルの需要回復が遅れる見込みなんですけれども、物件の売却、新ビルの収益が通期で寄与するため、営業利益は回復する見込みです。続いて三菱地所の株価見通しをお伝えします。未だコロナショック前の水準を超えきれてない状況が続いています。3月に経済再稼働期待で J リート指数の回復につれて株価は上昇したんですけれども、現在は1800円前後のところで横ばいの動きが続いています。動画撮影日時点での三菱地所の株価は1803円でして、年間配当金は33円を予定しています。2021年3月期については前期33円から31円に減配となったんですけれども、今期については33円、増配の見通しとなっています。よって年間配当利回りは 1.8% となります。ちなみに三菱地所は株の優待制度を行っていません。今後については業績の回復、それに伴ってさらなる増配の期待もあるんですけれども、これまでに事業で取り上げてきた野村不動産ホールディングスですとかヒューリックなどと比べると、業績の伸びという観点では見劣りする状況です。これがコロナショック前の水準を戻しきれずに株価が伸び悩んでいるポイントかもしれません。堅調な業績を背景に下値不安はないんじゃないかなと思っています。昨年来からの動きで言うと、コロナショック時を除くと1500円台というのが1年間で動いているボックス圏の下値ラインとなっていますので、このあたりが下値の目処で狙い目と言えそうです。1500円台であれば配当利回りも 2% 台に乗ってきますので、ここがやはり下値抵抗ラインになってくるのかなと思いますので、押し目買いを検討されている方はまずは1500円台、ここをポイントにしていただくといいと思います。今後の懸念材料なんですけれども、長らく業界トップクラスに君臨してきた三菱地所なんですけれども、業界内のランキングを見ていただきますと、大東建託、オープンハウス、ヒューリックなど大幅に業績を伸ばしてきている企業も出てきています。財閥系の総合ディベロッパーに追いつくにはまだまだこういった企業相当離れているわけなんですけれども、業績の伸びがなければ、先ほどお伝えしたような株価の上昇という点では他社と比べて見劣りする状況になってくる可能性があります。今日の結論、長引く国内の低金利については不動産業界にとっては良い環境と言えそうです。都市部の再開発案件は引き続き出てくると思われますので、三菱地所にとっても良い環境が続くと言えそうです。業績は堅調ながら、現在の株価水準は過去10年で見ても低い水準にありますので、リスクの低い投資ができる銘柄と言えそうです。今日は国内トップクラスの総合ディベロッパー、三菱地所の株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。